ヒノキカは、新葉樹の一種である。新葉樹のグループにおいて種数は、マツカやマキカに次ぐ。またこれら二科について、マツカが北半球、マキカが南半球を中心とした分布を持つのに対し、ヒノキカは両半球に広く分布し、特に温帯を代表する、新葉樹である。樹形は、クリスマスツリーのような円錐型になるものが多いが、 南半球に分布する種類を中心に丸みを帯びた、広葉樹のような形になるものも多い。樹皮は、大々色から赤褐色で、縦に筋が入り向けるものが多いが、滑らかなもの、輪状になるものもある。葉は、螺旋状に配置、または耐性で放射状に出る。多くの種で、葉樹では、針状だが成熟すると小さい輪状になるが、針状のままの種もある。 古い葉は普通個別に脱落するのでなく小枝ごと脱落するのも松花などと比べた時の大きな特徴である。多くは常緑で葉は2から10年残るが次赤に属するものには落葉性のものがある。また常緑樹であっても冬は灰色が変わるものがある。仕様は普通2つだが6つあるものもある。旧は木質または皮状また白属では 液化状になり、臨片一つに、廃種一個から数個がつく。球花の臨片は、葉と同じように螺旋状あるいは体性に配置する。種子は一般に両側に翼を持つが、一部に片側だけのものや元ないものがある。乾燥地に生息する種から水辺に生息する種まで、幅広い。火災が頻発するような地域に住む種では、万世球花と呼ばれる仕組みを持つものがある。 これは成熟しただけでは、旧家の輪片が開かずに、火災の強熱によって、初めて開く仕組みとなっており、火災への適応とみられる。同じような仕組みは、新葉樹では、松か松属の一部の種に見られる。意思規制性のサビ菌の宿主になるものがあり、特に白神族に寄生するサビ菌は、バラ科の果樹類に赤星病と呼ばれる病気を引き起こす。大きくなる種では、 木材として重要な種が多い。ヒノキ科の木材中の壁工は、松科のものとは形態が異なるという。また、顕微鏡下の観察では、中酸カルシウムの結晶は普通は見られない。新葉樹では珍しく、果実をつける白新属の実などは、食用とされる。紅葉山赤い花の一族からなる、一ト型の赤。台湾杉赤い花の一族からなる、一ト型の赤。 サブファミリーやスロタクシドディは妙未定の赤で一家の一、族からなる、人絵型。セコイアーカ、サブファミリーシキイディ以下の三族からなる。スギアーカ、サブファミリータキシダイディ、サブファミリーキャリトロイディは妙未定の赤であるが、学名をそのまま読んで、カリトリスアカなどと呼ばれることが多い。南半球で進化したグループである。樹形は綺麗なクリスマスツリー状にならず、 丸みを帯びるか、崩れたような印象になるものが多い。ヒノキアカ、サブファムリーキュープレショーでハットエビーヤは、国際木材解剖学者連合、伊藤隆浦分け。2006、信用樹材の識別、イヤワによる、光学顕微鏡的特徴リスト。海青舎、シガ、楠本道久。2012、ヒノキカキュカに含まれる、生物活性成分。 木材保存38、ピアニッシ百198から209、ドイ10.5990、ジャパ38.198。ありがとうございます。